山寺です。今日はね、西成に来てるんですけど、なんかね、R さんがまたね、山寺セット第2弾っていうのをね、始めるそうなんで、ちょっとね、その第2弾の山寺セット、今回もすごいらしいんですよ。これをね、ちょっと食べ飲みしてみたいと思います。どんなもんが来るのかなと思ってね、ちょうど冬なんで、もしかしたらフグかもしれん。なんか、そんなこともチラチラと聞きながら、まさかフグのコースみたいなのが出るのかな、はたまたどういうものが出るか分かりませんけど、第2弾山寺セットを今から食べていきたいと思います。では、ほほ肉のたたきで、これマグロの本マグロのほほ肉のたたきですか。はい、はい、これ一品目すごいの出しますね。これ貴重部位で、はい、なかなかないんですけど、ほほ肉。はい、うわ、これはちょっとめちゃくちゃ美味しそうや。これまた山寺セットの中に入るんですよね。これ1匹でなかなか、そりゃそうでしょうね、取れないんで。そう、部位的にそんなないんですよね。はい、はい、それすごいですね。これすごい油ですね。うわ、もう油がにじみ出てますね。でね、愛情もにじみ出てますから、マスターの、はいね、今全然映ってないですけどね。あ、いやらしいな。どんな、はい、ちょっともっと真面目にせ言いそうになりますよね。ネクタイしてね。ネクタイしてね。ありがとうございます。で、ありがとうございます。で、この山寺セットっていうのは3,800円ですか、1年前ね。ほんでこれドリンクがまず1杯目つくんですよね。これね、ドリンクね、1杯目つくんですけどね、生ビール、チューハイ、ポンチュー、ハイボール、トマトチューハイ、日本酒もつくんですかね。がつくんですって。ほんでね、これ1杯目は1杯だけじゃないんですよ。実はこの後にみぞれ酒かスパークリングの日本酒ですかね、はいはい、がつくんで、結局ね、飲み物2杯つくんですよ。2杯ついて3,800円のコースなんですけども、このコース内容がね、またすごいと思います。多分僕はちょっとまだ分からないんですけど、でも一発目から本マグロのこのほほ肉の炙りが出てくるからね、多分期待できますよね、大将ね。ありがとうございます。期待できますね、多分ね。はい、はい、原価はギリギリでやってますね。ああ、でしょうね。だってもうその本マグロ出す時点で結構、もうそこで結構限界いってると思うんですよね。いってますね、多分ね。本マグロ続きなんですけど、本マグロ続きらしいです。えらいことになりますね。これどうなるんでしょうね。すごい楽しみですね。で、その前に大体ね、ドリンクが2杯ついてますからね。1杯目はさっき言ったね、生ビールとチューハイとポンシチュー、ハイボール、トマチューとかね、チューハイ類と、あと日本酒がつくんですけどもね、はい、それ以外にその後にみぞれ酒かスパークリングの日本酒がつくんですよ、はいね。みぞれ酒はまた珍しいと思います。僕はもうみぞれ酒は後で飲もうと思うんですけどね、食事中に出てくるんですよね、はい、注文できるんですけども。で、まずはこれちょっと今私はこれチューハイですね。これを飲みながら料理ができるのを待ってるという感じです。いただきます。これもついてますからね、コース料理なんでゆっくりと。うん、ありがとうございます、はい。ちなみにこれはあれは1人前からできるの、それとも2人以上とかなんかそういうのありますか。あ、もう1人前からでもいきます。あ、1人前からでもできる。この前は限定でやらせてもらった。今回はもう限定はなしで。ありがとうございます。これがね、本マグロのほほ肉ですわ。うまそう。さっき炙っていただいたやつですよ、はい、もうね、早速こちらからいただきたいと思いますね。ちょっと、うわ、これはちょっと本当に、うわ、すごいね、油ののりが、はい、うわ、もうこれはうまいと思いますね。ちょっといただきますわ。すっごい美味しいですね。美味しい。うん。マグロの甘みが、脂の甘みっていうの、あと香ばしさ。はい。炙ることによってすっごい香ばしい。で、ちょっとポン酢でね、食べるんですけど。はい、美味しいわ。これはあかんぜ。これいきなりこれでだけで僕。はい。一品だけで1,000円ぐらい取れるんちゃいますか。ですね。ね。はい。希少部位なんで。希少部位です。あまりないですね。間違いない。お魚屋さんのおかげです。はい、らしいです。こちらね、2品目なんですけど、2品目はこれ牛タンですか。牛タンです。なんかこれ牛タンでも、僕がいつも見る安い丸いローサムみたいな牛タンじゃないですよね。これちゃんとした牛タンです。ちゃんとした牛タンでおかしいけども。厚さがこう。うわ、ちょっとこんな厚切りの。なんかこの仙台で食べた牛タンみたいな。はい、そんな感じ。そんな感じの牛タンですよね。これをミディアムで。ミディアム。はい。ちょっと法律的に焼かないとダメなんで。はい、そらそう、ちゃんと焼いてください、ミディアムでね。ミディアムで。ありがとうございます。これはちょっと。これをわさび醤油で。うわ、もうそれあかんやつや、そんなあかんやつです。これ。たまらんですね。はい。もう本気ですよ。本気です。本気ですか。本気ですよ。はい、本気ですって。ちょっとハゲてますけど。僕と一緒ですよ。ありがとうございます。ネクタイしたらね。ネクタイしたらね。モテる思て、はい。もうモテるでしょ、普段から。僕は荷物しか持てませんけどね。いや、もう、この前選べる。いや、もう、どうでもいいです。はい、ありがとうございます。召し上がってください。はい、ありがとうございます。これまた上からね、炙るんですよ。もうほとんどもう生で。まあ、そうですね。でも、ちゃんとね、炙ってね、出していただくっていうのがもう。あ、でもほんまに美味しそうに真面目にちゃんと焼いてますね。はい、真面目です。真面目にせんと。そりゃそうですよね。はい。まあいつも真面目ですもんね。はい、いつも真面目です。分かってますよ。こちらですね、先ほど炙っていただいたね、牛タンですわ。しかもね、これ大きな切り身が2切れ分もあるんですよ。これね、私仙台でね牛タン食べたことあるんですけどね、多分ねもうそれに匹敵、いやそれ以上かもしれません。ちょっと食べてみますね。うわ、ちょっとわさびがおっとっと、いけます、いけます。この牛タンすっごい美味しそうでしょう。ちょっといただきます。うまっ、うまっ、うまいですか。うん。いけてます。いや、もうこれ本気でうまい。あ、僕ね仙台で食べたけど、はい、なんかそれより美味しいかもしれない、申し訳ないけど。これ仕入れがいいんですか。それともマスターの目利きがいいの。いやいや、仕入れです。全部業者さんに任せてます。いや、でもこれ結構いい牛タンですよ。いい牛タンです。生でいけるやつなんで。いや、まあそうです。でも生ではね食べたら出されへんからあれですけどね。でもこうやって軽く炙っていただくことによってすっごくねこの牛タンの旨味が出てくる。ああ、値打ちあるわ。値打ちある。うん。いけてます。いけてます。きれい。これはねやっぱ炙ってるから香ばしさもあってね、お肉の香ばしさとうまみがやっぱり出ますね。出ますね。炙った方が結構、うん、いいですね。いいですね。これ炙りいいですね。生よりね。うん。そうそう。これね炙ることによって本当にねこのタンのうまみと甘みが半端なく出て、しかも柔らかい。うん。あんま。柔らかいでしょ。柔らかい。で結構油があるんですよ。うん。油乗ってます。乗ってますよ。うん。あ、これはまた美味しい出し方しますね。うん。ねえ。うん。うん。うまい。美味しい。なんか醤油も美味しいような気がするけど。醤油は普通ですか？あ、普通です。うん。だ、やっぱ素材がいいってことやわ。はい。うん。ほんまに美味しい。中華に合う。合います。はい。日本酒にも合うと思います。これほんまに3,800円で出すつもりなんですか。これで終わりとか言うんちゃいますよね。まだまだ出ますね。これちゃんちゃんとか言って、これでこれやったらボロ儲けですね。ああ、まあそりゃそうですよね。でもこれ1,500円ぐらいでこの牛タンの炙りとかやったら仙台あたり行ったら1,500円ぐらい出すんで取られるんちゃいますか。うん。しかもこんな量が多いもんだって食べ応えありますよ。はいはいはい。うん。ほんまに美味しいよこれ。食べてほしいです皆さんに、うん、根っこか、根っこは一番いいとこですよこれ。あ、それはちょっと僕分からなかった。根っこ出すか。根っこ出してきましたよ。あ、うん、分かります。ほんまうまい、間違いないから、うん、こちら、3品目なんですけど、3品目はあんこう鍋ですかねこれ。はい、あんこ鍋です。あんこ鍋です。温まってください。温まってください。ありがとうございます。しかもこれ1人前でこの量でしょうね。はい、すごいね。うわ、ほんでまたええ香りしてるわ。これちょっと美味しそうやな。しかもねあん肝までついてるんですよこれ。ちょうどいいところでね、はい、肝入れて食べてくださいとおっしゃって、はい、あん肝付きですよ。うわ、これ値打ちありますね。まだこれで終わりとかですかね。じゃないです。まだです。あとで造成するんですけど、はい、はい、このあと、はい、フグの唐揚げと、はい、マグロのハーモニカいう背びれの下の骨なんですけど、これを今塩焼きして召し上がってもらってる間に雑炊ですね。はは、すごいですね。もうお腹いっぱい、もうお腹いっぱいになりますよ。ああ、やっぱり柚子、すだちが入ってたんですけど、柚子ですかね。柚子ですよね。だって蓋開けた時にすごいふわーっといい香りがしたんですよ。もう撮影上ね、蓋はもう開けて撮影してるんですけど、開けてもらった時にすっごいいい香りしたからね。あ、これやっぱりあれやね、きっと美味しいんでしょう。ちょっとこのままねいただきたいと思いますが、まずはこれやっぱあんこうのところからいただきましょうかね。はい。うわ、これ一人前、これいいんですか、一人前これ本当に。もう、はい、あんこで出しておりましたから。あんこで取ったと、いただきます。あ、おいしい。あ、濃厚、ほんま。うん。これほんまに美味しいやん、これやばいな、これ。こんなあんこーって、それは違うけど、はい、すみません、しょうもないこと言いまして。めちゃくちゃうまい、これはやばい。はい、もう香りだけでも。はい。あ、もう肝入れますか。はい、入れましょう。あの肝入れてもらいます。ありがとうございます。はい、もうこうなったらみぞれ酒ですね。はい、みぞれ酒もついてますんでね、みぞれ酒も飲みたいと思いますわ。もうこれあんこう鍋とみぞれ酒なんかもうたまらんでしょうね。うん。ですよね。もう入れた時点でこう凍るんですよ。すっごいね。うわー、もうこれとあんこう鍋、はい、いただきますよ。みぞれ酒。みぞれの具合がええ感じですよね。こちら。みぞれ酒です。あー、うまい。これ凍ってるからすっごい美味しいんやけどね。もうたまらんわ。ああ、もうありがとうございます。もうすくってもらって、これもう肝はもうちょっと煮た方がいいですかね。そうですね。もうでもいけますか。はい、もういけますか。ね、いけそうですもんね。ちょっとこう火通ってるんで全然、はい、これがね。あん肝ですわ。あん肝ついていいですね。ちょっと安い。うん。あ、うまっ。甘みがたまらんわ。で、日本酒。はい。安い。これもついてるんですよ。みぞれ酒もね。みぞれ酒ついて。で、おかしいな。スパークリング。おかしいわ。はい、まあ、どっちか選べるってことですけども。ああ、うまっ。これ合うあんこと。あん肝と。うまい。うん、口の中に広がる甘みがたまらんで、これもう、うわ、こんなちょっとみぞれ酒贅沢やな、これ。うん、あ、うまい。いや、ほんまに美味しい。飲みやすいし美味しい、はい、もうこのあてとバッチシですね。もうやばいな、これはほんまにね、皆さんおすすめ。はい、ありがとうございます。もうこれを山寺セット2でね、出していただくということで、限定なしで、今回は限定なし、はい、以前は限定でね、もう売り切れてるんじゃないかなという感じで皆さんも、はい、ね、思われた人が多いらしいんですけど、今回は限定なしらしい、制限なしでどこまでいくのか分かりませんけども、どこまでもいきますよ。うん、うまっ、はい、これは大体期間いつまでやられるんですかね。1月いっぱいぐらいまで。うん、はい、また第3弾もお願いします。わかりました、はい、1月いっぱいやられるそうですよ。うん、これはだからスタートは私が公開した時からもう、そうですね、あ、もうスタート、もうスタート、はい、うん、今日これ見られた方も、今日からスタート。はい、いや、もうこれちょっと豆腐もちょっといただきますけどね。もうこれもね、あんこのだしがね、きっとね、吸うで、この豆腐もね、美味しいはずですよ。お豆腐ですね。ちょっといただきますよ。あんこのだしがしっかりこの豆腐に入ってて、はい、もうあかん。これはちょっとあかんでしょう。うますぎて。うますぎますよ。あんこうってよう考えましたね。あんこう鍋、はい、うん、コラーゲンがね、うん、これね、どうかしたら僕ちょっと思うんですけど、はい、フグより美味しいかも。フグより美味しいです。うん、はい、フグより美味しいです。うん、ほんまにフグより美味しい。フグはね、結局ちょっと水っぽいしね、水っぽいし淡白すぎるんですよね。で結局フグはなんかポン酢を味わうみたいな感じで、そうですね、なんかそんな感じですね、うん、でもこれはね、このあんこうは、はい、あんこう自体が美味しい、はい、全然臭くないでしょ。全く臭くない、臭くない、臭みゼロゼロ、うん、肝が美味しい。まあ、あかん、ほんまこれ、これポン酢に溶けてね、はい、いやこれも大将これほんまあかんで、こんなん大丈夫なんで、これ結構身が容器入ってますって、はい、これ1人前量、これ大丈夫ですか？大丈夫です。これ山寺的にはこれ2人前ぐらいの量ですよ。はい、うん、これでお腹いっぱいになってもらうとね。いやいや、でもこの後まだフグの唐揚げも出すんですよ、はい、でハーモニカ、マグロの、はいはい、希少部位ですよ、それもなかなかないと思うんですけど。いやないでしょこれ、はい、多分ないです、はい、うん、こちらですね、4品目はマグロのハーモニカっていうねとこなんですよ。これもちょっと何、照り焼きソースでね、仕上げてるんですけど、この骨と骨の間のね、そうなんですよ、でこの身を楽しむっていう感じですよね、はいはい、だからフォークもつけてもらった、一番動くその背びれの、はい、骨の肉ですね。ああ、もうそれ一番おいしいとこですよ、マグロで。これを、はい、ね、焼いたやつでちょっといただきます。ハーモニカっていう部位なんですけど、マグロね、これもめちゃくちゃ美味しいわ。なんか絶妙な塩加減とうまみ。これちょっと知って、今ポン酢出すの忘れたんと出さんとこと思うんですけど、出さんでいいと思います。出さんでいいですか？十分これで塩味も効いてるし、いけてます。うん、これはほんまにね、名前の通りハーモニカ、全部身を食べたらハーモニカみたいに骨だけが残るみたいな感じでね、なってるんですけど、この骨と骨の間のね身、かなり美味しいです。これもう日本酒に合うやつやん。これもう、これあかんわ大将。あ、うまっ、うまい。いやこれはもうすごいな。前回の山寺セットもすごいと思ったけど、またさらに超えましたね、これ。さらにすごなりました。もっとすごなりました。ありがとうございます。じゃあ前回でもすごいんですよ、はい、うん、前回でもすごいんやけど、はい、今回もこれは半端ないわ。うん、このマグロハーモニカちょっと食べにくいんですけどね。いや食べにくいけど、やっぱり骨の周りの肉って美味しいですやん。身っていうのね。まさにこのハーモニカ。維持になるかなと思って。維持になりますね。維持になってもう綺麗に食べたと思いますわ。片方手汚れるかもしれんけども、この骨と骨の間にね、もう思い切ってこうフォークを入れるんですよ。もうフォークを入れてこう小さぎ取るっていうの。研いだらあかんね。小さぎ取るっていうね感じで、ほらこうしたら。骨と骨の間の身をね小さぎ取っていくと、残る骨がねハーモニカのようになるんですよ。でここの小さぎ取った身を食べる、楽しむ。いただきます。いきますよ。あ、うまっ。あ、美味しい。美味しい。うまっ。いやこれほんまに美味しいわ。魚屋さん。いやもうこれはちょっとハーモニカ山寺、ここまでのほんまのハーモニカってあんまり食べたことないかもしれん。うまっ。次5品目かな。はい、5品目。これ何置いたんですか？これ何？フグの？これがフグの唐揚げ。はい、これ出しますか。はい。ちょっとね、僕もね、カチッと揚げると、串ってべちゃっと上げてます。あ、わざとね、わざとね、みずみずしさを出すために、すごいこだわりが感じられます。そんでね、ちょっと気になったんで、スパークリングね、これ紀仙樹のスパークリングを山寺はベッドをね注文しました。ベッドってベッドちゃいますね、しょうもないから昭和のギャグね。これ紀仙樹の青いスパークリング、これをちょっといきますよ。しかもね、今回のためにこのスパークリングワイングラス、うわ、日本酒のスパークリングでしょこれ。山寺ちょっとこの辺でしときましょうか、ワインみたい。うわ、これ結構じわーっときてます。いただきますね。めっちゃ美味しいこれ。ちょっとね、甘いぶどう酒って言い方、ワインか、ワインなんかね、飲んだ感じでまるでね、本当にね、甘い飲みやすいスパークリング日本酒、これ浜寺初めて。これめちゃくちゃ美味しい。これほんまにやばいですよ。美味しい、美味しい、かなり美味しいです。これにあとね、このフグを合わすんですよ。今からね、このフグの唐揚げですよ。これはまたポン酢でいただくんですかね。お好みでね。まあこのままで一回いってみましょうか。ちょっとこのままで一遍ジューシーさを味わってみますね。あ、塩コショウされてます。めちゃくちゃ美味しい。これね、今まで食べたフグの唐揚げの中でこれナンバー1。ちょっとジューシーでしょ。ジューシーやし、まるでね、鶏肉みたいな感じ。鶏の唐揚げの美味しいやつ。それ。あ、これはなかなかの技術やわ。うまい。こしってこうカリッと揚げないように。揚げん方がいい。これは。で、スパークリング。めちゃめちゃ合うわ。すごいドアップになってますけど、めちゃめちゃ合います。あかん。最高。今度はですね、フグの唐揚げにちょっとこの柚子を絞りまして、ね、で今度はポン酢をつけて食べてみましょう。これがまあ本来の食べ方なんやけど、僕はねこのまま食べたらね、本当にね、鶏の唐揚げのめちゃくちゃ美味しい高級な鶏の唐揚げみたいな味がして好きです。でも一応ポン酢がついてるんで、ちょっとポン酢もねつけて食べてみましょう。いろんな食べ方があると思いますんでね、これでいただきます。ポン酢につけたバージョンいただきますよ。あ、またポン酢につけても美味しいわ。味変でね。味変。あ、このスパークリング、日本酒違うぐらいうまいわ。なんやろこれ。甘い、甘いよ。甘い。女性の方に飲みやすい。絶対女性はね。必ずこの日本酒のスパークリングが多分合うと思います。美味しい。スパークリング女性に飲んでもらって、ワンちゃんね。ワンちゃん言うたら。ワンちゃんってワンコね。よくわからんけどね。はい、こちらですね、雑炊、先ほどのね、あんこう鍋を雑炊にしていただきました。これね、山寺がよくね、よーく食べるの分かってるから。なんかちょっと多く作りすぎたいでね、もう実質これ2人前あるみたいですね。2人前。これ、ちょっと待って、これ。うわ、もう、完璧ですね、これ。ちょっとね、これ、もうちょっといこっか、もう、やばい、これもう、あかんでしょう。これにちょっとね、海苔をね、パラパラーっとかけて、これでどうでしょうか。テレビショッピングみたいになってますけどね。これでいただきますよ。あんこう鍋の後の雑炊、これがもう締めですからね。これもうあんこう鍋の後のね雑炊、ちょっといただいてみますね。これ、あ、もうこれなんていうすごい美味しい出汁が、濃厚やっぱ肝でね、相当濃厚。あん肝効果ですね、これ。これはもうすごいわ。これまでこんなもんまで食べれて、もう大満足。これで3800円、安い。安い。スパークリングワイン飲みます。ワインちゃうっちゅうね、スパークリング日本酒やね。言いにくいですね。言いにくいけど美味しい。これもうこれはもう日本酒と思われんぐらいの美味しさですわ。はい、うん、まあ日本酒もちろん美味しいんやけども最高、もう大満足しましたね本当に。うん、こちらねもう雑炊も出て結構お腹いっぱいでこれで終わりかなと思ったらフルーツが出るんですよ。しかもフレッシュですよ。缶詰違いますよ。まあ、今日はまあその時期によって変わるかもしれませんけど今日はイチゴとパイナップルと牡蠣かな、はい、これも奈良の、はい、ねやっぱこだわってありますわこの牡蠣ね。牡蠣なんかちょっと発音おかしいですけど、はい、とにかくねこのフレッシュのね缶詰じゃないっていうのが値打ちだと思います。これいただきますね。牡蠣厳禁っていつもしょうもないこと言いますね。しょうもない昭和のね。甘い、うん、甘い、うまい、ええ牡蠣やわ。いやこれね何回も言いますけどこれ3800円ですからね、うん、かなりおかしいよ、うん、これはちょっと先残ってたお酒、あフルーツとお酒もいいね、うん、もう完璧に酔うてますから今日はもうほんまに酔うてますよ。酔うてて結構暴走ですけどねこれここの本当にもうしつこいようやけど3800円なんでぜひぜひこれ予約ですかね。予約ですね。予約、はい、突然今日来て今日食べさせてっていうのはちょっと難しいですかね。そうですね、うん、まあ1日前でもはいはい、うん、1日前でもその日でも当日でもいいんですけどとりあえず一旦予約してほしいということでまあ当日やったら多分昼までに予約せないダメですよね。もう午前中ね、午前中昼過ぎても大丈夫です、うん、まあ一応昼過ぎぐらいまでに当日の場合ねまあその代わり夜からみたいな感じですよね、はいはい、に予約していただくか、まあ、前日が一番ベストかなと思いますんでもしよかったら本当に山寺セット2、まあ、山寺セットで通じますわ。ちょっとね注文してみてください、はい、あそうそうそうやね山寺ステッカー今回ねちょっと今使ってないステッカーをちょっともうこれ今後製造する予定がないステッカーこれしかも後ろにね山寺のハンコをしてます。これ30枚ちょっとねお店にお預けしますんでこれねもし食べられた方先着になっちゃいますけどもこのねステッカー1枚もらってください。もらっていただくと嬉しいですということです。もうね R さんでね飲み食べしましたけど今日のねコース料理ちょっとすごすぎましたわ。3800円でこれはね値打ちもんですだね。普通3800円であんなね牛タンとかマグロねほほ肉希少部位であんこう鍋ねでフグの唐揚げでね、好きな飲み物が一つついてさらにみぞれ酒かスパークリングの日本酒、まあ、私は両方飲みたかったんでスパークリングの日本酒は別で注文しました。汽船樹から出てるねこれがねまた美味しい。女性はねスパークリング日本酒をチョイスしてほしいと思います。で男性の方はみぞれ酒ですね、まあ、どちらも美味しいしどちらも別にね男女どちらが飲まれても結構と思いますけどもね、特にその汽船樹さんから出してるスパークリングの、日本酒が結構やばかったですということです。もうねあんまり長々とね喋ってもねあれなんでいつも山寺の YouTube を見ていただいてる視聴者の方々本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。でこのね、山寺セット、1月の30日1月いっぱいね31日まであるのかな1月はまでやってますんでよろしければ予約してみてくださいということです。ありがとうございました。この後また飲みに行きたいと思います。酔ってますよもう食べれません。